苦しめられた教会。神様の子、イエス様が死からよみがえられて、ちょうど50日。今、聖霊がイエス様の人たちの中に住んでいらっしゃいます。人たちは、神様が父であり、御子イエス様で、そして聖霊で、それらが一つの神様っていうのは、どういうことなんだろうと思いました。でも神様が自分たちと一緒にいてくださるのはとても嬉しいこと。神様は彼らがイエス様について話すのを助け、素晴らしいことをしてくださいましたよ。イエス様を信じている人たちは貧しい土地を助けようとしました。ですから自分たちの持っているものをすべて分け与えていました。さて、そこにアナニアとサフィラという名前の夫婦がいました。あれ、彼らはみんなをごまかしているようですよ。なぜって、この夫婦は土地を売ってそのお金を全部人たちに持ってきたように見せかけているのですから。でも本当は内緒でお金を隠していたのです。アナニア、どうしてサタンに心を奪われてしまい、聖霊に嘘をつくのですか？ペテロは尋ねました。あなたは人を騙しているのではなく、神様を騙しているのです。その途端、アナニアは倒れてしまいました。もう息をしていませんね。そこへ若い男の人たちがやってきて、アナニアを布でくるみましたよ。そして彼らはアナニアを運んで土の中に埋めました。それからしばらくしてサフィラがやってきました。彼女はまだ自分の主人が亡くなったのを知らないようですね。サフィラもまたお金のことで嘘をつきましたよ。するとどうなったでしょう。やっぱりサフィラにもアナニアと同じことが起こりました。サフィラも死んでしまったことを聞いた人々はみんな恐ろしくなってしまいました。神様である聖霊は人たちの働きの中でたくさんの印と不思議なことをしてくださいました。例えば、ペテロの影が病気の人々の上に落ちると癒され元気になりましたよ。素晴らしい奇跡が次々残り、みんなは神様がいらっしゃることがよくわかりました。それでもっともっとたくさんの人がイエス様を信じるようになりましたよ。でもね、そのことを知った偉い司祭司長はとても怒りました。そして人たちを牢屋にぶち込んでしまったのです。ところが、そのようなことを死の使いの天使が牢屋に来てドアを開けてくださいました。天使は人たちを連れ出して言いました。さあ行け、神殿たち、この命の御言葉をすべて人々に伝えるのだ。そこで人たちは牢屋を出て行き、人々にイエス様について教え始めました。さて、次の日の朝です。最初の命令で牢屋を見に来た人はびっくり、空っぽです。やっとのことで人たちを見つけた祭司長は彼らを叱りつけました。イエスを何より決して教えてはなおと厳しく命令しておいたではないか。すると、ペテロや他の人たちは答えていました。私たちは人より神様に従わなくてはなりません。祭司長はそれを聞いてもうカンカンに怒っています。よし、人たちを殺してしまおう。鞭で打って自由にしてやる代わりに、人たちはどんなに苦しめられても神様に従い、イエス様についてどんどん伝えていきました。ある日のことです。ステファノという男の人が捕まってしまいました。ステファノは主イエスをとても愛しています。彼は聖霊の働きによってイエス様のことを人々に伝えていました。ある人は嘘をついて言いました。ステファノはね、神様に反対しているんだよ。
ステファノはみんなに散々馬鹿にされ、悪口を言われた後、石を投げつけられたのです。心からイエス様を信じていた彼は、とうとう殺されてしまいました。ちょうど亡くなる前です。聖霊でいっぱい満たされていたステファノは、天国の中を眺めました。そこでは神様の栄光とイエス様が神様の右に立っていらっしゃるのが見えました。ステファノが神の名を呼び祈りました。死なる神様、どうか私の魂を受けてください。その時たくさんの人々が次々彼に石を投げてつけて彼に石を投げつけてしまいました。その後、すぐにこの勇敢な男、ステファノは死んでいったのです。ちょうど十字架上のイエス様のように、神様、私を殺そうとしている人たちをお許しくださいと言って。ステファノが亡くなり、人々はまたイエス様を信じる人をいじめ、苦しめるようになっていきました。サウという名前の若い男の人がいましたよ。この人はステファノを殺すのを手伝った人です。サウルはたくさんのクリスチャンを見つけ、片っ端から捕まえました。ですからクリスチャンは家から離れ、じいじいにユダヤやサマリアに逃げていきました。人たちだけがエルサレムに残っていますね。クリスチャンをいじめようとする人々は彼らを殺そうとしました。けれどもみんないろいろなところに散らばっていってしまいましたね。そして彼らはその新しい地でイエス様の素晴らしい福音を伝えるようになりました。誰もイエス様の弟子たちの働きを止めることなんてできっこないですよ。なぜって神様の聖霊が弟子たちの中に住んで働いていらっしゃるからです。苦しめられた教会、神様の御言葉、聖書に記されているお話です。使徒の働き4章から9章。あなたの御言葉が開かれると光が耐えられます。詩編119編130節。終わり。